はいどうも、めちゃそです。ということで、本日も吉原アナの実況プレイなんですが、本日2021年5月19日、はい、皆さん、衝撃の発表がありましたね。はい。ガッキーと星野源さん、結婚おめでとうございます。はい。本当にね、まあ、もう、パニックなわけですよ。もう、語彙力失うほどですよね。はい、6話あるのに、ボルドーだらけの洞窟っていうわけなんですが、ボルドーどころではないです、もう。ボルドーどころではないです。もうすごい嫌なステージなんだけどね。もう、今日はボルドーどころではないですね。はい、ということなんですが、もう、いや、でもね、結婚することはね、なんとなく分かってました。逃げ恥のね、スペシャルやった頃からね、この二人なんで結婚してんだろうなって、逆に思ってたんで、逆に不思議だったんで。そう、これはね、ヤナチャソにもね、マヤチャソにもね、言ってたことなんですよ。あの二人なんで結婚してんだろうねって。ちょっと一回回復させてください。はい、行きましょう。はい。まあ、結果論にはなりますけれども、逆になんで結婚しないのって、だって、俺が星野源だったら、結婚する以外の選択肢がないもの。ね、やっぱりね、俳優さんも人間ですから、そういう、ね、志になるわけですよ。これどうしよう。邪魔くせえな。あ、オッケーオッケー。ちょっとね、こんなね、余裕のふりでね、やってるんですけど、難しいんすよ。はい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 。はい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 。そう、難しいんすよ。でも、まあだからね、あの二人の結婚のせいでね、もう動揺しまくって、ちょっともう一回回復します。はいはい。じゃあもういいでしょう。1秒早かったけど。いやー、ほんとびっくりというか、なんだろう。でもびっくりっつっても、なんか、あ、まあそうだよね、みたいな感じだったな、俺は。うん。もう、俺よりヤナチャソの方がびっくりだったかもしれない。なんかヤナチャソね、プライベートで使ってるツイッターあるんだけど、だって頭がパニックっつってたもん。いや、でもそりゃそうなるって。まあね、筋金入りのガッキーファンなんですけども、私も。まあ、だけど、なんだろう、星野源さんだったら別に許せるなっていう感じなんですよ。個人的には。お？ああ、こうか。なんだよ、もう。だるいね。敵の配置がだるい。ねえ。もうほんと、ああ、ここはちょっと待って。一回あの二人の話いいっすか？ここね、多分なんだけど、めっちゃ集中しなきゃいけない場所なんだよ。はい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 。はい。あ、やべ。これ詰まっちゃいけないんだよ。やばい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 。ほら。すごいギリギリなんですよ、ここ。ちょっと一回集中させて。わあ。ちょっと危なーい。ゴールー、よかったー。ああ、でもあれだね。6面の割にサクサクでしたね。じゃあ今日はお二人の、結婚を祝してもう一ステージやりましょう。意味わかんねえよ。意味わかんねえや。でもね、逃げ恥こんなに好きだけどね、あんまり最初の方のね、お話って好きじゃないのよ、ドラマ。一応全部見たんだけど。やっぱ最後らへんっすね。みくりさんが、一回家出して帰ってきたあたりから激アツでしたね。ロクワールドさん、回転マルタアスレチック。わ、ここに来てアスレチックかよ。アスレチックかよ。ふざけんなよ。アスレチックはお呼びじゃないぜ。はい。はい。足場がないね。足場がないね。ちょっとあの二人の話してる場合じゃない。そんな雑談できるほど簡単じゃない、これ。ちょっとちょっとちょっと。はい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 。はいはいはい。ちょっと一旦回復させて。
あ、いいでしょう。はい。あ、卵は取ってかないとあれなのね、多分。卵を取って、あー、マジか。お前らか。お前らかよ。だりな。うわー、マジ。ここは絶対取っちゃダメだな。ここは絶対取っちゃダメだな。ちょっと待って、マジ集中、マジ集中。きついな。ここまだアンチだね。いや、マジで。ほい。ほい。あ、なんとか抜けた。抜けた、抜けた。オッケー、オッケー。じゃあ、記念に花を取ってみましょう。いやー、緊張する。さすが6面だわ。でもやっぱりね、ステージ構成的には6面の、あ、5面の方が嫌いっすね。あーっと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 。おー、うまく避けたな、おい。おいおい、危ない危ない。そういうの多いわ。ワンワイワの使い方が良くないね。ちょっとこんなさ、一気にいって大丈夫なやつで、ほら。ダメなやつでしょ。あー、もう。ちょっと。ちょっと一回そっちに避難。あいつ嫌いだな。ちょっと待って。あいつ嫌だな。なんだこの敵の配置は。今だな。そして今。はい。はい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 。うーわ、こっちまで来んのかよ、お前。なんだよ、お前。ほんと嫌い、あいつ。なんだ、あいつ。あー、無駄死にした。この、ここだったっけ？ここ、やだなー。はい。おーおーもうゴールだったんかい。いや、難かったよ。はい、ということでね、本日もね、逃げ恥の、録画を見ながら編集をして投稿したいと思います。いや、ほんと、お二人様お幸せにということで、梅茶さんもね、今の星野さんぐらいの年になったら結婚してたいなっていう感じです。お前の話はどうでもいいわって話だけど、あれ何？ボーナス当たってたの？別にいいよ。別にいいよ、もう適当で。いや、でも、星野さんって一般男性として、なんか、一番、なんだろう、抜擢され、なんか、なんだろう、語彙力がないんだけど、なんか、理想の一般男性って言われてるらしいですけどね。まあ、ああいう感じになりたいですね。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃでございました。失礼します。